ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。大阪店浅井です。本日はですね、ちょっといつもと趣向を変えまして、W463 型 G クラス用の新商品をご紹介したいと思います。で、早速こちらの方にご用意させていただいたんですけれども、こちらがですね、モーションコントロールビームという商品になります。 IID のロゴが入ってますけれども、愛心精機さん、あの有名なオートマとか作ってる愛心精機さんですねと、IID とのコラボレーションで作った商品になります。まあ、どういう商品かと言いますと、トヨタとかね、マツダとか、TRD さんとかオートエクゼさんとかの、でもラインナップがありますので、ご存知ある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ボディの下にこのダンパを装着することによって、車種フロアのですね、振動だとか、衝撃をこのダンパーが吸収して、運動性能、そして、乗り心地を改善、突き上げ感とかですね、それを、向上する、良くするというパーツになります。で、これダンパーなんですけれども、中にですね、フリクションダンパーと、あと、ディスクプレートですねの方が入ってまして、ここで十分な減衰力、普通のショックとかと一緒ですね、減衰力を発生させてボディの、きしみだとか吸収するような形になります。で、この入力がなんか1000ニュートンぐらいの入力で初めて動くみたいですので、もうこれ僕が手で押しても全然動かないぐらいすごく、強力な減衰ですねで作られています。で、これシェルもこれアルミのダンパーらしくて、とてもしっかりとした作りになってます。これをフロント1本リア2本ですねをステイで装着して、ゲレンデの場合はですね装着して、性能を発揮するという商品になってます。では早速取り付けの方ですねかかっていきたいと思います。ではですね、取り付けの方が終わりました。このように、センター部分に2本フロント部分に1本の構成、合計3本になってます。もともとはですね、リアにこの辺かな、この辺ですね、この辺に1本装着する予定だったんですけれども、ゲレンデは、ただ G350D とかですとアドブルータンクが干渉するみたいで、いろいろ検討の結果、ゲレンデ全車向けでこのセンター、その代わりセンターは2本で効果を出すようにして、フロント1本リア2本の組み合わせになりました。ちなみにこれは G63 ですので、アドブルタンクはないんですけれども、一応適合車種がこの G63 と G350D の方は適合が取れてます。あと G550 ですとかG350 のブルテックの方はまだちょっと適合が取れてないので、このあたりはちょっとですね、実車を見ながら、適合確認とさせていただければと思います。一応こんな感じに仕上がってます。はい、ではですね、実際にちょっと走行してチェックしていきたいと思います。ちなみに、まずこの仕様なんですけれども、ホイールは22インチに変えておりまして、サスペンション自体は GF のビッグショックキット、コニ製のダウンサスに、GF のオリジナルダウンサスですね、それが入ったキットになってます。だから、ローダウンしてショックもコニに変わってて、ホイールは22インチに変わってる、仕様にまずなってます。で、乗った感じですけど、そうですね、確かにちょっと当たりが弱くなってるかなと思うんですけれども、実際ね、ここちょっと
感覚的な部分もありますので、今回ちょっとこのようなものを用意しましたので、それでちょっと測っていきたいと思います。はい、それではですね、これがその、計測器なんですけれども、スマホにですね、モーションセンサー、振動系のアプリがありますので、それを活用したいと思います。これ開始押すとですね、こういうふうに振動を与えると、こういうふうにどんだけ振動したかっていうのを測ってくれる機械になってます。これを、装着前で撮ってますので、装着後と装着前でこれをですね比べてみたいと思います。というわけでね、本日はこの G63 に W463 型 G63 に iSYN のモーションコントロール B も装着させていただきました。先ほど、カメラマンの伊藤君と一緒に試乗させていただいたんですけれども、乗った感じでも感覚的には、違うなっていうのは、感じれたんですけれども、実際に、振動計で測ってどのように違ったかをちょっと見ていただければと思います。でこちらの方ですね、テストしたのは、同じ道路で、ノーマルの状態と、つけた後での状態で測りました。速度は50キロで、50キロをセーブしながら走りました。でこれがですね、前と後ろ、これねちょっと分かっていただけるかと思うんですけれども、これを見ると結構分かりやすくて、ここの振動の幅ですね、これ、おそらく、G って書いてますので、多分 0.1G のことだと思うんですけれども、これが振動の幅として現れるんですけれども、前と後ではやっぱりこの幅が小さい、この辺もそうですけれども、全体的に幅がちっちゃくなってるっていうのが分かっていただけるかなと思います。正直ですね、こういう大きい衝動が、入った時はやっぱり同じような感じで、振動の振れ幅あるんですけれども、小さいこのデコボコというか、本当に小さなですねデコボコをするときにはだいぶその振動は低減されてるかなと思います。だからこれが多分あのショック MCB の方でラダーフレームの微妙な振動を制御しているのかなと思います。なのでこういう風な感じで科学的にも差になって現れるのかと思います。これ一つの道路なんですけれども、もう一個違う道路でもさせていただいた時も、これも同様ですね、やっぱりこことここで比べるとこの方がやっぱりこの幅が狭くなってるかなと思います。振動を抑えて、でさらにですね、よりやっぱりその分より足が動くような感じになるので、体感的に、当たりが弱くなったですとか、乗り心地が良くなったというふうに、感じれるのかなと思います。はい、というわけで本日は G63 にモーションコントロールビームの取り付けを紹介させていただきました。またこのような商品があればですね、どんどん紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録をお願いいたします。今日もありがとうございました。